どうもこんばんは、中野篤です。それではロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーが2億2000万かってことは、1等は1等該当なしで、2等が7口で944万円。まあ、とりあえずボーナス数字から見ていきたいと思います。ボーナス数字が40予想してないな。それでは本数字見ていきたいと思います。よいしょ。ふう、1桁出るかどうか。7、8、12、25、30、32、1つだけか。数字離れたな。前回は2つ1でもうちょっとで当選やってんけど、今回は数字が、ちょっと離れた。1つしか一致してないもんな。いやー難しいな。まあ今回1等該当なしやったから、まあなおさら難しかってんけど、やっぱりさすがに3回連続1桁出ないってことはなかったな。7、8、12、25。30、32、40と。よし。まあ、そうやな。明日はロト6とロト7ひとまず休んで、あさって、ロト6とロト7数字決定したいと思います。明日はとりあえず、ひとまず休んで、まあ気持ちを切り替えて、水曜日、2つ、数字予想したいと思います。それでは、これで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。